ハイブリッジの戦いは、南北戦争も最終盤となった1865年4月6日から7日に、バージニア州プリンスエドワード軍とカンバーランド軍に、またがるファームビルの北東約4マイルで起きた、アポマトックス方面作戦の2度にわたる戦闘である。4月6日の戦闘のみを、ハイブリッジの戦いと呼ぶことも多い。1865年4月6日、 南軍トマスロッサー少将の指揮する、騎兵隊がファームビルの近くにあるサウスサイド鉄道のハイブリッジとそれより低い位置にある荷車要強を確保するために頑強に戦った。北軍の大襲撃部隊が南軍の川の北岸に戻ろうという動きを阻止するために橋を破壊しようとした。両軍ともに数人の士官が戦死、または負傷した。 北軍は戦死不詳合計で42名の損失になった。生き残った北軍も約800名が捕虜になった。南軍は約100名の損失となった。北軍のセオドアリード大佐と南軍のリューベン、ビーボストン大佐が戦死した。北軍のフランシス・ウォシュバーン大佐と南軍のジェームズ・ディアリング大佐が致命傷を負った。4月7日、 南軍のジェームズ・ロング・ストリート中将の後衛部隊が橋を燃やそうとした。南軍は前日に橋を守っており、この日は北軍が橋を渡って追いかけてこないようにしようとした。北軍第二軍団の部隊が橋を燃やそうとした南軍兵と戦い、南軍部隊を追い返して橋を守ろうとした。鉄道橋の一部が燃やされ、使えなくなったが、 北軍は荷車用の橋を救い、その上を第二軍団が渡ってロバート・イーリー将軍の指揮する北バージニア軍の追撃を続けることができた。この橋を完全に破壊できなかったために南軍はアポマトックス側の北、ファームビルから北に3マイルのカンバーランド境界で追いつかれ戦闘になった。ハイブリッジは長さ2500フィート、高さ126フィートの アポマトックス川とその氾濫源に架か,かるサウスサイド鉄道の橋であり、ファームビルからは北東に約4マイルにあった。木製の荷車用の橋が鉄道橋の下に架けられていた。アポマトックス方面作戦中に南軍ドバートイーリー将軍の北バージニア軍が撤退していた時、南軍は川の北岸を移動していたが、ロングストリートの第一軍団が担当した。 後衛部隊のみは南岸を進んだ。4月6日は橋を守って南岸の兵士を通し、7日になるとそれを破壊して北軍から南軍の追撃を遅らせる必要があった。北軍はユリシーズ・グラント中将が全軍指揮するポトマック軍、シェナンドー軍、ジェームズ軍を合わせたものだった。4月6日、ロングストリートは トマス・ロッサー少将の指揮で1200名の騎兵を派遣し、北軍の襲撃部隊から橋を守らせた。北軍のジェームズ軍を指揮していたエドワード・オード少将が、その参謀長であるセオドアリード大佐のもとに約900名を派遣して橋を燃やそうとした。この部隊は、オハイオ第123不評連隊とペンシルベニア第54不評連隊を おはよう第123不評連隊、ホレスケロック中佐が指揮し、さらにフランシス・ウォシュバーン大佐の下に、マサチューセッツ第4騎兵隊から3個中隊合計で80名が入っていた。その騎兵隊は、南軍の本隊が到着する前に橋に到着し、南軍の装備も貧しい民兵を追い払い、橋の南端を確保した。ウォシュバーンが橋に火をつける準備をしているときに、 南軍の騎兵三個旅団が到着し、北軍不評部隊に対して下馬しての攻撃を行った。北軍不評部隊は、約半マイル南にあるワトソンの農家近くで待っていた。ウォシュバーンとその部隊は戦闘の音を耳にして、その不評部隊に加勢したが、リードは二個師団を相手にしていることに気づかないままに、マサチューセッツ第四騎兵隊に乗馬しての突撃を命じた。 この猛烈な突撃で、南軍とマスティーマン・フォード准将の前線を突破し、その後は、白兵戦に移った。リードは、この戦闘中に、南軍のジェームズ・ディアリング大佐と銃火を交わし、戦死した。ディアリングも致命傷を負い、4月22日に死んだ。ボシュバーン大佐も致命傷を負った。南軍が反撃し、突撃してきた騎兵とそれを支援する不評とを分離した。 さらなる攻撃を行った後に、北軍は降伏し、全兵士が戦死、負傷、捕虜となることになった。南軍、バージニア第5騎兵隊のリューベインビーボストン大佐が、この攻撃中に戦死した。南軍ジョン B ゴードン少将指揮下の第2軍団の残存兵が、同日にあったセーラーズクリークの戦いでの敗北から、逃げてきて、このハイブリッジを川の北岸に渡り、 一方で、ウィリアム魔法ン少将の師団が橋を確保した。リー軍の残り部隊は、ファームビルに移動し、食料を運ぶ、市長隊と出会った。4月7日、魔法ン隊が、ハイブリッジと、荷車用橋に火をつけようとしている時に、北軍アンドリュー・ A ・ハンフリーズ少将が指揮する、第二軍団が、現場に到着した。ハンフリーズ配下のフランシス・シーバーロー巡将が指揮する。 第2師団はメイン第19師ン不評連隊を含んでおり、これが燃え始めた橋に突進して、鉄道橋の大部分を確保し、大きな損傷を防いだ。その部隊は、下側の荷車用橋を渡って、リー軍の側面に移動したので、植えかけていた南軍は腹を満たす前に、その撤退を再開せざるを得なくなった。ハイブリッジの戦いでは、 北軍が800名の捕虜を含めて847名の損失を出し、南軍は4月6日の戦闘で約100名を失ったに過ぎないという事実があるにもかかわらず、戦術的には引き分けと判断されている。これは南軍が戦場から離脱するしかなかったためだった。リー軍は背後に圧力を受けながら、西への抗軍継続を強いられ、 ファームビルで受け取るのを待ち焦がれていた食料を腹に入れる機会もなくしてしまった。次に停止したのは25マイル西のアポマトックス駅だった。そこには南軍の食料を積んだ列車が待っていた。4月7日夜、リーはグラントから北バージニア軍の降伏を勧告する手紙を受け取った。リーは判断を留保し、北軍に追いつかれる前に、 アポマトックス駅にその軍が到着できるという一末の期待を抱いていた。リーはグラントが提案するであろう、無条件降伏に降伏の条件を求める曖昧な手紙を返した。ありがとうございます。